皆さんこんばんは、第18回エンヤングオクテン、ライブ配信、始まりました。よろしくお願いします。まず先日、前回放送の吉田さんとの動画配信でございましたが、すごくちょっと待ってくださいね。すごく吉田さんの声が小さくて、大変申し訳ございませんでした。今日は僕の声それから動きは問題なく出ておりますでしょうか。一応僕もスマホで確認はしてますけども、皆さんの方でですね、うまく声の調子だとか BGM の関係だとか、僕の顔だとかが映っておりますでしょうか。佐藤さんこんばんは、ありがとうございます。まあ見ていただきまして本当にありがとうございます。小林千恵さんこんばんは、ありがとうございます。初めましてかな、違うかな、すいません。あきこさんこんばんは、ありがとうございます。ご視聴いただきまして、そして河野さんもこんばんは、ありがとうございます。あ、聞こえてますね、ありがとうございます。では大丈夫ですね。はい、清水さんこんばんは、ありがとうございます。あ、吉田さんこんばんは、ありがとうございました。その後も楽しい宴がありましてありがとうございます。リベンジまたぜひ、お願いいたします。ちょっと僕もきちんと確認してればよかったんですけども、あの時イヤホン一つしか用意してなかったので、パソコンの方で見たのと、それからスマホの方で見てるのと、ちゃんと確認ができませんでした。いや、聞こえてますね、清水さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、千恵さん失礼いたしました、小林さんすいません。はい、前田さんこんばんは、ありがとうございます。では今日はまず、早速ですが、今日のテーマ、新作の浴衣のご紹介ということでボリューム3と、京都いとみさんという会社、いとみ金星の浴衣をご紹介させていただきます。いとみさんという会社なんですが、創業112周年を迎えられる、非常に老舗の和装小物の問屋さんです。で、和装小物だけでなく、着物や、例えば今日ご紹介する浴衣だとか、そういったものも、卸をされている会社です。基本的にはメインは和装小物、帯締めとか帯揚げとか、それ以外にも、例えば着付け、着物を着るときに必要な肌着とかですね、そういったものを卸をされておられます。石野さんこんばんは、ありがとうございます。よく聞こえてますね、ありがとうございます。吉田さん毎週頑張りますか。何か吉田さんぜひ、意気込みをありがとうございます。何かいい方法を考えます。吉田さんにはぜひまた出ていただきたいと思ってます。信里くんありがとうございます。沖ノ島から、この信里くんという方は、同じ僕の立町の、僕の町内の方なんですが、今、沖ノ島に仕事で行っておられます。この信里くん、この写真の、どっち側かな？左側ですね。皆さんから見て、左側のこのヒゲの濃いですね。ワイルドな人が信里くんですね。こういうヒゲに僕は憧れるんですよね。僕、全然ヒゲが生えないので。ありがとうございます。あ、高橋さんよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね、高橋さん。では今日は事前の Facebook の方の告知にも紹介させてもらっておりましたが、コメントでゲストをという形で、お呼びしております。コメントゲストとして高橋博之さんという方をお呼びしてます。この高橋さんですが、よろしくお願いしますと言ってくださってます。先ほどお伝えしたいとみさんの、の会社の方なんですが、
この人がいろいろ発注をしているわけですね。こういうものを染めてくださいとか、こういうデザインにしてくださいとか、こういう色でとかですね。いわゆる、まあ、発注者といいますか、ちょっとかっこいい言葉で言うとプロデューサーのような役割をされる方ですね。なので、今日のこの浴衣のご紹介も、実際に作ってる人の話というよりかは、そういう注文をかけてる、プロデューサーですねのお話をコメントで、参加していただきます。多少タイムラグとかあるかもしれませんが、皆さんご了承ください。よろしくお願いします。あ、今田さんこんばんは。着席ありがとうございます。定位置ですね、夜8時の定位置でございます。大口さんこんばんは、ありがとうございます。はい、では早速今日も5点ほど浴衣をご紹介していきたいと思います。ちょっと画面を切り替えますのでお待ちください。ではトンとこうですね、こちらの浴衣画像を見ていただきながら、こちらで実物も用意します。菊菱ですね、菊がひし形に、このアップの画像で見ていただくと分かるんですが、ロメと呼ばれる、ロという組織になってるんですけども、縦ロと呼ばれるですね、縦にロの目が入ってる浴衣になります。あ、こっちがありましたね。縦にこう線が入ってますね。これが縦ロです。コーディネートをした感じはこういう感じ。画面を戻します。はい、これですね、今実物が目の前にあります。まずはでは早速、高橋さん、この浴衣の、まあ、特徴といいますか、あんまり僕が喋っちゃうといけませんでしたね、炉の話とか。なるべく高橋さんに、コメントで浴衣のご紹介をしていただきたいと思います。僕がさっき写真でコーディネートしてたのはこういう感じでしたね。はい、これすごく色合いが綺麗で、このぼかし加減がですね、すごく素敵なんですよね。ここは濃い色、こちらはちょっと薄くなってますので。あ、コメントが、あ、そうです、いわゆる高橋さんという方は、いわゆる仕掛け人ですね。もっとこういうものが今が人気がありますよとか、そういうことを言っております。七尾の雑誌で、あ、七尾の雑誌に載ってますか。すごい、ちゃんと見てなかったです。綺麗です。あ、十五夜草紫、紫円柄、色使いを抑えてますが白が印象的に着やすいと思います。十五夜草と言うんですか。僕は菊菱かと思っておりましたが、素敵ですね、ありがとうございます。ちょっとこう糸見さん、あ、でそうそう、大事なこと、このデザイン一応ですね、まあ、あ、そうです、失礼しました、秋月陽子さんプロデュースのレンというブランドもなってる、ブランド品でもあるんですね。レンというシリーズの、まあ、デザイナーさんがいるってなると高橋さんの役割はどうなんだっていう話になっちゃうけどここを見てもらうとレンと書いてありますね。これですね。
で、あ、シオンガラ。聞くか、うん、聞く。聞くではあるんですね。おぉ、なるほど。シオンだそうでございます。秋月さん、ああ、河野さんはご存知ですか、秋月さんのこと。素晴らしい。まあ、雑誌とか、いろいろそういうのにもよく載っておられますし、着物が好きな方は、ご存知な方もおられれば、一度は耳にしたことがある、お名前ということもあると思います。着物コーディネーターなんですね。で、一応この商品を、あ、大事なことをまた。まず、最初の4点はずっと同じお値段ですので、ちょっと紹介したり紹介しなかったりがあるかもしれませんが、こちら、仕立て付きで、消費税込みで35,200円となっております。こちらの商品は、縁屋呉服店の、ウェブショップにも載っております。ウェブショップのアドレスを準備しておりませんでしたが、ちょっとお待ちください。コメント欄にウェブショップのアドレスを今載せます。失礼しました。一応概要欄のところには、載せておりますが、黒川の手帳の武井恵美さんのコーディネートをされたと。すごいかっこいいドラマですので、見ておりました。武井恵美さんとその前の女優、さんの頃から見てました。なるほど。やっぱりちょっとこう、まあデザインが素敵なんですよね。何が素敵って言われると非常に表現が難しいですけど。まあ、ちょっと人と違うデザインというか、そういう浴衣を作られる方ですね。で、縁屋呉服店のウェブショップ載せましたので、こちらをクリックしてもらうと、ウェブショップに飛びますので、こちらもぜひ見てください。では、次の商品に行きたいと思います。一旦カメラを切り替えます。お待ちください。はい、これは今のやつですね。こちらも、レンのシリーズですね。パステルグリーンですね。色使いがすごく可愛い。これも同じくタテロになってます。タテロっていう時点でちょっと珍しいですよね。横ロ、普通は横に炉の目が入るんですけど、これは縦に炉の目が入ってるので、ちょっとこう、縞模様っぽくも見える。よりスラッとして見えるというふうに言えます。帯は本麻の半幅帯を合わせてみました。はい、画面を戻します。どんどん。はい、こういう感じ。合わせてた帯は、これですね。こういう感じ。あ、そう、米倉涼子。そうです。米倉涼子の時の黒川の手帳がすごいかっこよくて、あ、これを言った。あ、これはずっと出したままでいいのか。柄に変化があって、これはおしゃれですよ。着映えのするミントグリーンに、波丸のレモンイエローがアクセントに。ああ、波丸ですね。これが確かにアクセントで、かわいいですね。これか。これを見ると分かりやすい。で、ここから、こっち側とこっち側で、こっちは無地です。ですね。で、こちら側はどうなってるかというと、あられですね。に染め分けされているので、これも仕立てをするときに、
こっちを襟に出すのか、こっちを襟に出すのか。で、ちょっと印象は変わりますね。という遊び心。雪輪は結構よくある柄ですけど、この波丸っていうのがいいですね。これ、色がすごくいい色ですよ。パステルカラーですので、パステルカラーは、いいですね。僕は大好きですね。色が素敵。柄も可愛い。柄が可愛い。柄も可愛いんです。そうそうそう。素敵な色合い、生きに着れそうですね。そうですね。ちょっと落ち着いた帯をされても、かっこよくなる雰囲気になるかな。坪内さん、あ、こんばんは。昨日はお疲れ様でした。松江の商店仲間でございまして、昨日この坪内さんも宮崎さんという女性と2人でライブ配信されてましたので、2時間ぐらいの長時間のライブをされてました。そうですね。今年はお祭りがことごとく、もう全滅ですね。全滅いたしましたので、夕方からの食事会とかあれば着るといいですね。今すごくバーベキューがやっぱりですね、流行ってるみたいです。家族でするバーベキューとかですね。自宅の庭でするバーベキューとか。まあそういう時に、せっかくなら、まあ汚れるかもしれないですけど、ちょっとこう、真夏の、夏の気分を味わって、あえて浴衣でバーベキューをしても、僕はいいんじゃないかなと思います。私たちがパステル好き。メモはしなくてもいいですけど。パステルカラーは、まあ、なんでしょうね。まあ、好きな色です。はい。ちょっとすいませんね。長すぎましたね、と。いや、そんなことないと思います。いいです。いいと思いますよ。女性同士のお話なので。ちょっと待ってね。商品の紹介をしないといけませんね。では、画面を切り替えます。次の商品へ。次はこちら。高橋さんのコメントがもう入っちゃってますが、柳の格子ですね。白地に柳の格子。格子っていう、まあ格子か。アップにするとこうですね。これも縦路になってます。線が細いんですよね。はい、画面を戻します。どんどん。白い浴衣が来ると、ちょっと僕の方が色が暗くなっちゃいますが、お待ちくださいね。帯のコーディネートは、こういう感じで、黒っぽい帯をすると、かっこいいかなと思います。それで、ちょっと待ってくださいね。はい、柳の古典のイメージが、あ、水郷祭今年は中止になりました。残念ながら、また後でお話ししましょう。柳の古典古典のイメージモダンにしたいと。はははは、そうですね。格子、一応はまあ、格子か。一応はまあ、こういうところ、格子にはなってますが、空間をあえてすごく開けてですね。ちょっと後ろが透けてないか。大丈夫ですね。で、例えば、もう、何度もこういう、浴衣っぽい、浴衣に帯を合わせる話をしてますが、例えば、こういうものに、こんな感じの帯を、お太鼓の帯をですね、合わせてもすごく可愛くなります。
これはパステルっぽい色ですね。こういう感じで着てもらうと、ちょっと色が暗くなっちゃってますね。まあ、伝わらないかな。いい感じ。うん。粋ですね。モダンですね。これ僕はすごい好きな浴衣です。着物風に着ても、すごく品がいいので、浴衣としてだけではなんだかもったいないですね。やっぱり、先ほど見ていただいた、最初に見ていただいたものと比べると分かりやすいですが、すごく柄が小さい。柄が小さいと、やっぱりちょっとこう、着物っぽく、着てもらいやすいかなと思います。これはすごく素敵ですね。いいと思います。はい。では、次の商品へ参ります。一旦、画面を切り替えて、次はこちら。次はちょっと打って変わって、ブランドが変わりますね。今まではレンというブランドでしたが、次は、違うブランドになります。同じいとみさんの商品ですけども。あとですね、すごい青がはっきりとした浴衣ですね。こういう感じ。帯は博多織。画面を戻します。もうちょっと、まあ大丈夫か。この花柄が、こう流れるように、こう、反物の中をですね、動いてるという。帯はこういう感じのもの、花柄になっちゃいますけども。はい。合わせたりしてみました。で、こちらは、先ほど言いましたが、ブランドが、変わります。あ、宮崎さんこんばんは。昨日はお疲れ様でした。ありがとうございます。コメントいただきまして。前田さん、浴衣は年齢関係ない帯合わせの着物としても楽しめます。そうでございます。あ、先ほどのですね、品が良くて綺麗でございます。そう。さっきのはまっすぐな柳、余白が綺麗。そうなんです。品のいい浴衣ですね、先ほどの。はい。高橋さん、古典の代表的な柄。ちょっとピントが。はい、来ました。古典の代表的な柄。よいしょ。白に紺が欲しかったので制作しました。で、そうそう、ブランド。これはだから、これになるとプロデュースはこれ浴衣団と書いてありますが、これは完全いとみさんのオリジナルブランドになりますね。なので、この高橋さんがの力がもろに発揮されている浴衣になるというわけですね。なのでこういうものが欲しかったから作りましたということが言えるということですね。これをすごく色合いがですね、素敵なんです。ズズズズズーと出していくと、こうね、この青がこう流れるようにずっと続いておりますので、非常に綺麗でございます。あ、大変。よいしょ。ちょっと待ってください。はい。ずっと着ていただける、ずっと着てほしい浴衣です。ちょっとなんか、やっぱりこう、作ってる人で、プロデューサーの思いがだんだん強くなってる気がしますね。ずっと着てほしい。そうですね。まあ、こちらも、お値段は 35,200円、仕立て代込み、消費税込みのお値段ですが、やっぱり浴衣っていうのは、使い捨てではなく、
やっぱりずっと来続けてほしいというのが、作り手と僕たち呉服屋さん、それからメーカー問屋さんの思いだと思います。たくさん消費してたくさんもう使い捨てのようにぐるぐる回すというよりかは、やっぱり一つ一つを大事にして、来てもらいたいという思いが、この高橋さんも思いをお持ちのようですね。掛け軸のようですねと。はい、ありがとうございます。この柄も素敵です。青と白で、やっぱり青とこの紺と白の、コントラストっていうのは綺麗ですよね。浴衣だけどその中でもちょっとこう、古典柄だけどまあ今風なデザインで、はい , 笑ってます。では次、次が最後の商品になります。お待ちください。トントン、次はこちら。ちょっと少しおとなしくなったような印象ではありますが、うっすらと縞模様が入ってるんですよね。縞模様が4段階に分かれて実は細かく入ってます。ちょっとお待ちください。では画面を戻します。はい、こちらですね。オーソドックスだけど王道な色使い、高橋さん小柄な女性でも着てもらえる、可愛い女性にも個性的な女性にもすごいですね。素晴らしい。やっぱりちょっと、こちらも先ほど言った、ユーカダというブランドですね。これも同じブランドになりますので、この高橋さんプロデュースになるわけです。これ、すごくそうですね、柔らかい印象に、なっております。これ染め方が実は注染と呼ばれる、注ぐ染める注染、こうか、注染と呼ばれる染め方になります。後で注染のご説明を、少しだけ画像をご用意したので説明しますが、失礼しました。で、こちらの商品だけお値段が少し上がります。仕立て代、仕立て付き、仕立て込みの消費税込みで、62,700円です。生地はわざわざ折りましたと。帯は合わせてましたね。先ほどと同じように黒の半幅、黒の紗の半幅を合わせたりしておりました。こういう感じで。で、そうなんです。グラデーションになってるというのが、この画像で伝わりますでしょうか。ここ、まずここですね。この幅。この幅ちょっと色が黒っぽく見えますね。ここは、この縦の黒い縞が、目がちょっと詰まってます。たくさん入ってる。で、次ここ。ここだと、ここに比べるとちょっと、幅が、間隔が広がるわけです。で、こっちになるとよ、もっと広がってる。で、こっちは全くなし。縞なしですね。こっちはもう白です。薄い、わずかな縞。
ちょっと濃いめの島、すごく濃い島と、この4段階に分かれた記事になっているというのが芸の細かさですね。なのでこれも先ほどという何度も言ったように仕立ての仕方で、表情が変わるというか雰囲気は変わってきます。で、まあ、やっぱりなんていうか白の生地にこの柄だけだとは面白みがないですね。やっぱりこのあたりの生地のもともと持ってる、その縞模様が遊び心というか爽やかな色ですね。帯が合わせやすいと思います。黒の帯が気になりますね。半幅、石野さんありがとうございます。いやー、これは高橋さんのわざわざ今日はですね、こんなこの8時という時間も完全、仕事が終わって多分ご自宅におられると思い、もうもしかしたら会社かもしれませんが、完全に仕事が終わった時間に高橋さん参加してコメントでですね参加してもらってますので、そう言っていただけると多分本当に喜ばれると思います。やっぱりこの作り手の思いというのは、僕らはどうしても出来上がったものを見て仕入れをする立場なので、やっぱりこの高橋さんが泣いてしまいましたが、高橋さんの、まあこういう思いでこれを注文かけてんだ、この記事を用意したんだと、そういうことをですね少しでも伝えれると、やっぱりこの例えばこの浴衣、もしこれを見た動画を見ていただいてご購入いただいた方っていうのは、またこの作った発注者プロデューサーの思いとかですねを感じながら来てもらうと、この浴衣一枚にもまた愛着を持っていただけるんじゃないかなと僕は思っています。ありがとうございます。これ素敵なんですよね。で、こちらは抽選というお話をしました。で、これまでにその前に出てきてたものが、エナセンと呼ばれるものです。文字を出します。最初の4段はテナセン。こちらは中線と呼ばれるもの。何が違うのか。一体何が違うのかということですね。今写真を出します。あ、ちょっと待ってくださいね。その前に、生地は浜松、型は伊勢、染めは宇都宮と職人の方にお世話になった一品。すごいですね。それぞれの。いや、石野さんがまた素晴らしいコメント。生地のこだわり、高橋様の人柄も反映しているのでは。どうでしょうか、高橋さん。このコメントが高橋さんに届いておりますでしょうか。本当に嬉しいと思います。ここまでコメントをしていただくと。はい。では、抽選というのが、ちょっと待ってくださいね。こうか。違う、これは、これ今テナセンをしているところですね。このバナーはやめましょう。もうちょっとアップにします。これがテナセンですね。まあ、型紙を置いて、上から染料バット置いていくという作業になります。型紙を置いて生地の上に染料を置いていくわけですね。通すわけではなく上に乗っかってる状態というのがテナセンと呼ばれるものになります。それに対して中線というのは何かというと、これか。ちょっと微妙に写真がボケてますが、このかまあ、型紙、糊を置いたところに、先ほど伊勢の型紙という話が出ましたが、型紙で糊を置いて、その上から色を差し込んでいくんです。で、じょうろみたいなもので色を入れると、下からバキュームでジュボーっとこう、
吸い込む。ズボーっと吸い込むと、そこに何枚も何枚かこう生地が重なってると一気にズボッと色が入っていくと。なのでこれは色を染料を注ぐと書いてますね。注染と呼ばれる技法になります。で、まあやり方の違いはこういうこと。で、注染だと、あ、待ってよ。今コメントが。一色ごとに型を作りますと。あ、そうですね。手な染の場合は、色を上から乗せていくという作業になるわけですね。なので、青はこの型。例えば、青の上に、さっき緑です。緑がありましたね。緑は、あ、これは緑じゃない。地色が緑だけど、あ、地色が緑でいいのか。緑をやった上に、後から黄色が乗ってるのかな？というふうに、上から乗せるということができるわけですね。で、それに対して、うん、細かい柄に適した技法が手なせ。で、注染。注染というのは確かにちょっと細かい作業はしにくいんですが、だけど、本当は細かい作業はしにくいけど、これはすごく線が細いんですよね。なので、まあ、技術が詰まっていると。あとは、この微妙に色が混ざった色合いですね。この微妙に黄色とグリーンが混ざった色合いとかっていうのは、注染の特徴だと思いますが、合ってますでしょうか、高橋さん。あまり僕の知ったかぶりの知識で話すのも良くないかもしれませんね。注染の特徴。もしコメントが間に合えば。はい。というところで、完璧ですか。ありがとうございます。ですね。まあ、それが一つの特徴。こういうぼかし加減ですね。ぼかし加減というか、この色が混ざること。で、これはすごく柄が細かいですけど、この柄の細かさは、これが特別という感じですね。どっちかっていうと、この細い線っていうのは難しいはずですので。ありがとうございます。勉強になりますでしょうか。ありがとうございます。というところで、商品のご紹介を以上で終わらせていただきたいと思います。皆さん、先ほど、ウェブショップのコメントに残しましたが、もう一度出しておきます。念のため。佐々木さん。はい、ありがとうございます。佐々木さんが社員さんなんですね。はい。エイニャン呉服店のウェブショップに、こちらに載っておりますので、まあ、この画面上クリックしても何も出ませんが、コメントのところクリックしてもらうと、エイニャン呉服店のウェブショップ、つながりますので、見てやってください。では、高橋さん、今日はありがとうございました。あ、ちょっと待ってくださいね。綿薩摩の着物は浴衣代わりに着てもいいのでしょうか。あ、綿薩摩の、着物は浴衣代わりに着ていただいてもいいと思います。いいと思いますが、あと綿薩摩のその生地の厚さにもよると思うんですけども、僕も木綿の、まあ、綿薩摩かなり柔らかい木綿の着物なので、着やすいと思いますので、そこまで気にせず、着られていいと思います。で、やっぱり、浴衣に比べると浴衣の方がすごく涼しいので、綿百もあれば綿麻もあったり、それから炉の目になってるとかですね、やっぱりより涼しい、作りになってるので、そのあたりの着心地の違いは若干あるかもしれませんが、全く問題ないです。僕も木綿の着物を浴衣代わりに着たりします。結構生地がしっかりしてるので、見た目が割となんかこうピシッとした感じになったりするのでいいですよ。はい、
皆さん何かせっかくなので高橋さんにご質問等ございましたら、ぜひぜひぜひ。で、次回の告知もさせていただきます。次回は木曜日20時からの定期配信ですね。木曜日のまた夜8時に定期配信をさせていただきます。で、次のテーマは着物人との対談という形で、ゲスト埼玉県の杉田さんという方をお呼びいたします。このゲストの埼玉県の杉田さんという女性なんですが、埼玉の着物小杉さん、僕が非常に仲良くさせてもらって、いろいろとお話をさせてもらってる小杉さんなんですが、小杉さんが主催の着物ズームバーという、オンラインの着物じゃないと参加できないズームでやるバーがあるんですが、そこで杉田さんという女性とお話もさせていただいて、すごく着物が好きな方でございます。どこへ行くのも絶対着物で行きたいと、そういう方をお呼びして、着物の魅力を、呉服屋さん目線ではなく、着物を楽しんでる人にからの目線で、着物のお話をいろいろとお伺いしたり、そしていろいろ語っていただけたら、またこれも楽しいのかなというふうに思っております。円屋呉服店のライブ配信は他の呉服屋さんのお客さんを紹介するというですね、もはや何でもありの状態になってきているという。ありがとうございます。分かっていただけましたでしょうか。僕の拙い説明でありがとうございます。今年、とても大変な作業と苦労がある、そうなんです。作る段階においてはやっぱり、職人さんももちろん大変ですが、全ての責任はこのプロデューサーにかかるわけで、やっぱりそのあたりのプレッシャーもあると思いますし、思いもあると思いますので、そういうことをですね、きちっとお伝えが皆さんにできたら、この配信は良かったのではないかなと思います。大口さんありがとうございました。勉強いただきましてありがとうございます。高橋さんもコメントいただいておりますが、皆様ぜひ浴衣を着てください。そうですね、今年の夏、夏お祭りはなかなか難しいかもしれませんが、夏の楽しみ方というのはいろいろと、また工夫をすればできるのではないかなというふうにも思っております。ぜひですね、楽しんでいただきたいと思います。河野さん、浴衣にこもった技術や思いを聞けて嬉しいですね。やっぱりなかなかこういう話は呉服屋さんで浴衣を見せるときできないので、やっぱりもう素敵でしょ、いいでしょぐらいの説明しかできないので、それと円谷呉服店は僕もつくづく思うんですけども、すごくいい、僕は勝手に仲間と呼んでおりますが、取引先ですね、仲間が恵まれてるなとつくづく僕は感じております。こんな時間でもこうやってですね、参加してもらえるっていうのはありがたいことですし、僕らも夫婦2人で、あと父がもいますけども、ほぼ夫婦2人でやってる小さなお店ですので、僕らの後ろにはこういう、仲間がいるという安心感で、僕らに何か不手際があっても、何かわからないことがあっても必ず仲間が助けてくれるという、もうありがたいなと思っております。はい。呉服店、互いの服が集まるというお店、ありがとうございました高橋さん。では今日はもうこれで、終わりにしたいと思いますので、ありがとうございます。吉田さん、楽しい夏が来ると来ます。もういつもなんか吉田さん、夏を十分に自宅で楽しんでるじゃないですか。そうですね、浴衣を着てください。ぜひ、もう何か小さなイベント、それから、自分たちに、それこそ庭先のバーベキューでも、もういいんじゃないかなと思っております。ぜひ浴衣を着てください。ありがとうございました。はい、では、もう一度最後に告知をします。次回は木曜日の20時、から定期配信です。テーマは着物人との対談ということで、ゲストは埼玉県の杉田さんという女性を、お呼びして、お話をさせていただきたいと思います。ぜひですね、今回は埼玉の呉服屋さんのお客さんという方をですね、お呼びして、さらにその配信の
当日はおそらくその呉服屋さんから、その方は、参加していただくと、そのような放送を予定しておりますので、お楽しみによろしくお願いいたします。あきこさんありがとうございました。大方さんありがとうございます。お疲れ様です。頑張りました。ありがとうございます。はい、佐々木さんありがとうございました。はい、吉田さんはよくご存知な方ですね。杉田さんという女性は、はい、楽しみにしててください。あ、ありがとうございます。僕の話がもうそう言っていただけると大変助かります。ありがとうございます。それでは、今日はこれでおしまいにしたいと思います。皆さん、40分47分50分近く喋ってしまいました。ありがとうございました。ではまた木曜日に、木曜日の夜8時に会いましょう。ありがとうございました。さようなら。